さあ始まりました。はい、イコイコイコマ好きやねん。はい、ね、この番組の進行させていただきます日本社長の辻です。ケツです。お願いします。よいしょー、始まりましたよ。第1回、第1回目イコマ、ここイコマで、イコマね、イコマ、イコマですよね。私がイコマ市出身でございますから、はい、ゴリゴリの出身なんで。これ君が持ってきた仕事っていう。あ、もう僕が持ってきました。いや、ちょうど僕がもうイコマとズブズブなんで。君のお母さんが持ってきた仕事です。あの、うちのお母さんはさっきも挨拶させてもらったんですけど、はい、この事務所の方にももう完全に知られてまして。はい、お母さんちょっと有名人になってもらってるっていう。だからここでやってるイベント、はい、哲夫さんのイベントとかに、はい、あのお母さんがよく参加されてる。よくじゃない、解禁。解禁はい、もうスタンプ全部押してるから。そのおかげでもらった仕事です。そうです、それもあって、今回こう仕事いただきましたんで。お母さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということでね、はい、この番組は、はい、生駒市障害学習施設がスポンサーになって、うん、はい、施設の情報やイベント情報、はい、生駒の魅力を一人でも多くの皆さんに知ってもらおうということで、知ってもらおうという、はい、ございます。生駒市主催イベントや実習授業コンサート、うん、はい、落語会、はい、講座、はい、まあ、それこそ哲夫さんのやつとか、まあ、いろいろねやってるんですよね。はい、生駒市にある施設やグルメスポットなど紹介し、魅力を全国に発信していく番組となっております。はい、僕たちが紹介していこうという。生駒はほんま地元なんですか？いや、地元よ、いろいろ。だからここはじゃあ知ってるんですか？します、もちろん。この生駒駅、隣ですけど、生駒駅から僕高校も通ってましたし、一回成人式、僕ここで成人されてるんですか？あ、してます。はい、して10年経ってます。ごめん、成人式通ります。それは成人されてるんですか？成人されてます。ああ、で、ここでも成人式の日に靴のかかとを踏むのに、たまに、はい、あの両足かつ踏むのに成人されてます。成人されてます、はい、国から認められてます。で、ここで成人式でちょっといじめもありましたけども。いじめられたの？はい、あの20歳のくせにいじめられました、ここで。成人しためでたい席で、はあ、そういうこともありましたね。他で言ったら、まあ、苦い思い出が。いい思い出はないの？いい思い出は、いい思い出1個でも言って、いい思い出言ってから始めるわ。いい思い出ですか？いい思い出は、なんやろ。ないやん、ないやん。いい思い出は、あの小学校の時にドレスコードで給食食べ終わった後やけど、みんなでマクド食いに行ったりとか、そんなのありました。しょうもな、何それ。あの、上司でタダでゲームしに行ったりとかありましたけど。やよ、はい。私たちが今立ってるのは、うん、6つある生駒市障害学習施設の中でも、はい、近鉄生駒駅前にあるメインの施設、はい、まあその、ちね、はい、成人式、成人式とかも毎年やってるんじゃないか、ここでも、はい、竹丸ホールの、竹丸ホールです、ね、出ましたよ。オッケーオッケーホールでございますよ、ここ。はい、はい、6つあるんですね。僕もそれ知らんかったです、6つもあるなんていうのは。はい、もう他は分からない。他は知らない。他は一個も知らない。竹丸ホールは知ってるけど、他は一個も知らない。いや、これから学んでいこう。そう、だから見てる方と一緒に僕も学んでいく。お願いします、はい、ということで早速じゃあ入っていきましょう。はい、行きましょう。あ、自動で開くよ。いや、早速いや、行こう。じゃあ、おはようございます。お願いします。入り口がこんな感じですよ、はい、広いでしょ。これがだからイベントのね、これ貼ってるんですよね。夏川りみさんのあの灘早々のライブヒットしましたよ。佐藤君畑のザワは、いや、いや、ちゃいますよ、たぶん。ザワは、ナダ総統をカバーして、ザワもカバーしてるでしょ。ザワは、あの、森山さんですよ、森山亮子さんです。あ、違うんですか？あの、さんまさんが主演のドラマ。あ、ドラマの、あ、まだ違う。全然違うんですよ。めちゃくちゃ好きなのが入ってしまいました。で、下にも、一応、はい、お笑いの演芸場、あ、僕らも出るんですけど、小さいね。あの、宮川大輔花子さんの16分の1ぐらいの大きさで。宮川大輔花子って名前と同じぐらいの大きさですからね、これ。まあ、まあ、ラフ次元さんもね。はい。いや、ラフ次元さんの僕ら半分ですもんね。そうですね。あ、めちゃくちゃ小さい。ラフさん2人の出身やから、でも。あ、確かに。はい。僕があんま関係ないところで小さくされてますか。まあ、ここから、ここからね、駆け上がっていくっていう。ちょっとズブズブでいきます、ね。はいはい。ここ竹丸ホールには、さまざまなイベントやコンサートに対応できる928席を備えた大ホールのほか、小規模のイベントやコーラス練習、ダンスの練習などに適した定員110名の小ホールがあります。また、1階フロアにはさまざまな
会議やサークル活動等に利用できる研修室が6室、生け花や茶道、着付け教室に使える和室が3室、音楽練習にも使える多目的室や調理室などがあります。はい、そこからは、はい、生駒市のイベントを、ご紹介いたします。いいですね、はい、お願いします。そして、紹介してくださるのは、はいはい、生駒市障害学習施設、はい、エグゼクティブプロデューサーの木山さんです。よろしくお願いします。木山さん、あ、木山さん、よろしくお願いします。こんにちは、投げて始めます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。このイコイコイコマ、はいはいはい、障害学習施設の情報誌、情報誌もあるんです、ね、半年に1回、イコマのイベント情報、はいはい、いろいろ入っております。なるほど、はい、でこれはもう、まあ、夏変わり、いやすごいですね。いやこれ本当にすごいです。をはじめとして、イコマ寄せですね、はい、これで僕らも出させていただきたいなと、はい、裏にプロもこの番組上、あ、こんなん載せてくれた、出てますよ。ありがとうございます、はいはいはい、さっき僕らの写真ちっちゃいとか文句言ってましたけど、もうメインですよ。これはでかいですね。でかいですよ。グッサンとあんまり変わらなかったけど、いやいや、まあそこは変わりますけど、母親も喜んでますよ。これエルフもいるんですね、はい、漫才劇場、はい、そうなんです。こういう、あ、はい、あのここだけじゃなくて他のところでもいろいろやりますので。なるほど。あ、もうじゃあこれを見ればもう情報が全部載ってるということですね。そうなんです、はい、今回今月の一押しは夏川りみさん。いやそりゃそうですよ、あの灘そうそう、はい、灘そうそうでも知らない人はいないくらい。いやそうそうです、もうみんな知ってますよ。生駒にやってくるんです。すごい、もう、はい、ありえないですよね、生駒に来てもらうなんて。なかなか、わあ、ここで歌わはるんですね。そうなんですよ、まさにこのステージで。そうです、だからもうこの夏川りみさん、ぜひ行くまで聞く機会なんてもうないと思う。確かに生で、ね、最初で最後、はい、なるほど。大阪とかはねしょっちゅう、はいはい、あると思いますけど、はいはい、行くまでは多分確かに最初で最後、なかなかね。そうですよね、はい、ちょっと僕の母親もちょっと行くに勧めておきます、はい、勧めでも行くやろ、はい、入場料6,800円、はい、ちょっと高めですけども、これ全国ツアーで、ね、共通料金、夏川りみさんですからね、はいはい、間近に、聞いていただけますので、はいはい。そしてもう一つのおすすめ、先ほどもね、ポスター出したけども、はい、ありがとうございます。生駒寄せ、はい、生駒寄せ、はい、ウィズ生駒ふるさと演芸会、はい、ということで、これはね、生駒にゆかりの、芸人さんたち、はいはいはい、大集合ということで、みんな生駒にゆかり、大助花子さん生駒住んでますね。もちろん、これ文福師匠、生駒、はい、もうすぐこの近所です。はいはいはい。で、司会者さんは息子さんなんです。ああ、すごい。親子で。で、ラフ次元のも梅村は鹿の台、さっき言った鹿の台っていう、はい、出身です。桂チキン。はい。チキンさんは最近生駒に住み出した。あ、そうなんです。許ないですか。最近さて許ないですか。最近生駒に住み出した。そうなんです。住んだら出れると思われますよ。そうなんです。引っ越してきますよ。そういう生駒の若いの芸人さんたち、はいはい、もうね。何回も言ってるように、ケツが生駒出身、はい、僕らもね地元ですから。だって僕、ほんま子供の時に家族で旅行みたいな感じで大花師匠の家の前とか行ってました。いやそれあんま良くない。いや違う、あ、ほんま邪魔して、車で、あ、こんな立派な家ない、有名なんや。もちろんもちろん、ね、むちゃくちゃ有名です。一回行かしまったんですよ。あ、ロケで、ロケで、はいはいはい、でもすごいこう優しくしていただいて、はい、ね、お土産とかいっぱい、見晴らしがものすごくいいでしょ。そうなんです、はい、すごいですね、ね、ね、こんな言っていいかも、だいぶこうね、街が見える山の中国ですからね、はい、もう一望できるような、ほんまむちゃくちゃ立派な家やったんですけど、素晴らしい環境で、はいはい、ちょっとね、病気されてましたけど、もうそうですよね、これ復活されて出会うっていうのが、むちゃ楽しみですね。元気な声を聞けるという、はい、すごい。しかもね、入場料見てください。いやこれ安すぎます。1,000円。いやこれはもうね、もう大丈夫ですか、1,000円。コロナで1年間イベントできなかったでしょ。ああ、はいはい、そういうのもやそれ以来の初めてのイベントになるんで、はい、やっぱりここはね、市民の皆さんに安い料金で、はい、もう笑う機会がなかった、そういう人たちに、はい、笑いたいけど笑えなかった人たちに大いに笑ってほしい。いやもうこれは熱いね、はい、もう1000円でこのプライスですね、はい、そうです、もう利益度外視ですね。木村さん、講座っていうのはどういう、講座もね、いろんな種類の講座やってまして、はい、まあ、健康系のね、ヨガとかピラティスとかあれば、文化系のいろんなさまざまな講座やら絵画、はい、デッサン講座とかいろいろあるんですけど、はい、今日は一つで、
紹介したい講座が、はい、このラッキー数字占い講座。ラッキー数字占い、どうな なんかなと思うでしょ。ちょっと怪しい感じはありますけどね。怪しいでしょ。怪しいね。いや、なかなかね、こういう講座ないんで、不思議なんですけども、はい、これはこの鹿の台という、生駒市でも北部の、はい、京都にもすぐ近いところでやるんですけども、初めてです。このラッキー占い講座はいろいろあったんですけども、はい、ラッキー数字占いっていうのは全く初めてなんで、内容全く知りません。なるほど。ぜひ一回試してみて。いや、これなんか気になりますよね、ラッキー数字占い、はい、気になるでしょ、はい、もうぜひ一回ちょっとこういう身近な数字でね、すごい占いができると。あなたの幸運数字を学びましょう。そうです。まずこの自分のラッキーナンバーとかを、そうなんです。よくあのね、占いコーナーで、あなた あのラッキー数字は何ぼですか、うん、そういうじゃないですかね。あー、なるほどね。もう予想ですよね。人生それが確かに今予想でしょ。一つのね、生きていく上での楽しみなんですよね。はいはいはい、もうやっぱり身近にいろんな数字ありますから。しかもこれ店員さんが、はい、そうです、7っていう、やっぱもうラッキーセブン。これはね、あ、そういうことがもう始まってるんだ、そうです。もう少人数でマンツーマンで教えていた先生に教えていた。あ、じゃあこれすごいですね。多かったらね、あれ占い講座ですからね、はい、講座ですから、占いができるようになる講座ですよね。占わせてもらうじゃなくて、あ、そういうことない、自分もそういう身につけようっていう占い講座やから。うわ、深いな。これはだからお得です。お友達や家族の人たちのこういうことだから、ね、人気者になれるかもしれない。ああ、そうか、もうこっから自分で周りに占いできるから。これはあの受講料3回で9,900円。あ、3回、はい、めちゃくちゃ安いですやん。じゃあ3回、こんなマンツーマンのね、少人数講座で、やっぱ深いですね。1回では、あ、まあ、そうか、3回、はい、3回ってやっと占いをできるようになるという、はい、すごい。そしてもう一つ紹介したい。はい、はい、もう一つ、はい、お願いします。誰も知らなかった正倉院。これはね、はい、うちの施設と、手塚山大学というのが東生駒の近所にあるんですけど、ありますね、はいはい、そこの大学とちょっと提携しまして、はい、教養講座を、これからちょっと続けていこう、はい、これまで健康系とかこういうちょっとした、はいはい、文化系とか多かったんですけども、はいはい、教養講座がうちなかなかなかったんで、はいはい、お笑いイベントがあってもね、はいはい、だからちょっと教養講座、勉強になることを学んでいくことで大学の先生に来ていただいて、今回は、6回の講座をやっていく。なるほど。月2回で3ヶ月。なかなかね、ユニークでしょ。正倉院。みんな知ってますよね、正倉院。正倉院がすごいですね。誰も知らんと。そうです。木山さんが小説書かかったんだなと思って。誰も知ってる。サスペンス小説。誰も知ってんねんけども、でも知られていない意外な面がいっぱいあると。僕、正倉院あんま分かってないです。僕はもちろん。正倉院はもちろん。奈良ですか？奈良です。あ、奈良の。奈良でも、やっぱ。まだ知らない。僕は飛びっきり学がないんで、ちょっと奈良時代の皇室の宝物を、はあ、ここの正倉院というこの倉庫、はい、これね、この建物ですね。もうすごいんです、ペルシャの宝物とかいろいろあって、まあ、年に1回正倉院展という、展示会を国立博物館で行っているんですけども、はいはい、もうこれはもう日本の文化の始まりと言われている、いろんなものが詰まってるんです、はいはいはい、でその正倉院の秘密みたいなところをいろいろ先生に教えていただこうと。なるほど、はい、いいですね。こういうのも、はい、こういう教育講座も今年から始まりまして。なるほど、はい、これは年、2講座春の分と秋の分と冬の分とありますんで、はい、やっていきます。楽しみにしていただきたいと思います、はい、すごい。僕の母親にも勧めます、これも、はい、ぜひお勧めください、お母さんにもね、全部行く、これは吉本芸人出ますけど、抽選、大学の先生が出ます、はい、抽選になったら一番に落としてください。なんで、なんで優先的に外すの。まあ、こういういろんなイベント講座山ほどありますので、まだまだ紹介しきれない、はい、ですので、詳しくは生駒市障害学習施設のホームページ、はい、ホームページで、はい、ご覧いただきましたら、いろんな講座、はい、イベント紹介できますので、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、というわけで、はいはいはい、山さんにね、紹介していただきましたけど、たくさん教えてもらいました。ここからは、はい、ちょっと僕らのコーナーというか、うん、そうですね、ちょっと毎回やっていきたいコーナーなんですけど、はい、まあ、せっかくなんで、うん、コントをね、僕らやってるじゃないですか、まあ、普段ね、はい、やらせてもらってます。だから今日出てきた、はい、いろんなこう
なんでしょう、講座の名前とか、ああ、なるほど、いろんな事柄がね、キーワードをなんか使ってちょっとあのね、1日1個コントをやろうかなと。あー、なるほど、ショートコント、ショートコント、いいですね、いいですね。ちょっと何か先ほど紹介していただいたこういう、あ、正倉院だとか、ね、このラッキースジュ占い、まあこのね、あのイコイコイコマのね、はい、とかを、まあいろいろありましたよ、ほんまにいろんな講座がね、見切り教室なんか教室をやってる、教室に来た人なんかみたいな教室、はい、じゃあ、わかりました、ちょっと待ってください。そういうわけでいけました。生ネタ合わせみたいなね、第1回をの、はい、ショートコント今からやります。うわー、ここなんかいろいろやってるし、ちょっとなんかすごいいろいろ、なんかジャズダンス教室ってのがあるみたいなんけど、え、ここかな、これジャズダンス教室、ジャズっぽくないけど、どう出るこれ、え、すみません、すみません、ここってジャズダンス教室で出てます？あ、ここ英会話教室です。これ英会話教室なの。どうも、ありがとうございました。はい、ということで、第1回の第1回行こう行こう行こう、好きやねん、はい、終わりましたけど、終わりましたね、あっちまでしたね、あっちも楽しかった、楽しかったですね、いろいろ聞けてね、木山さんからいろいろ聞けたんで、木山さんのが一番喋ってた気がする。ええ、だから今回は木山会です。次はそうじゃないように、次は、はい、日本社長会になると思うんで、あ、思いますか、はい、次は、はい、鹿の台、鹿の台ね、に行かせていただくと、ちょっと坂登って行くところで、結構高級住宅街です。あ、そうなんですか。はい、あ、僕が昔通ってたスイミングスクールも近くにあります。それだけ覚えておいてもらったら望めるんで、坂登ってスイミングスクール行ってた、行ってた、なるほど、バスに乗って行ってましたんで、なるほど、はい、そこは2回覚えてないですか、大丈夫ですか。スイミングスクールは最後嫌すぎて、バス乗りわざと乗り遅れてサボりました。また苦い思い出あるところに行くんですか。あの、カレー食ったらたら家でカレー食べて、わざと遅れて、おかんむちゃくちゃ怒ってました。はい、まあ、そんなこともあったんですけどね。なるほど、はい、なんかお前のこう嫌な思い出をどんどん大丈夫、それを浄化していくチャンネルじゃないですよね。ただ嫌な思い出まだまだあります。いやいや、ぜひ楽しみにしてください。それもね、はい、お楽しみに、はい、エピソードもそうです、はい、お楽しみということで、はい、こういうことです。イコマ好きやねん、はい、ありがとうございます、次回もお願いします、お願いします、ありがとうございました。